総裁選の討論会でしたっけね。旧候補。結局はあのブルマン出なかったじゃんっていう。<laughs> 本当にね、あの口先だけの男ですよね。で、まあ、9人のね、あの言動については今日ちょこっとね、インスタの方で触れておきましたけれども、カバコですかね。カバコはですね、私もこれね、昨日調べてびっくりしたんですけれども、カバコの推薦人、まあ、20人なんですけどね、そのうちの13人が裏金議員だったというですね、これが軍を抜いてるんですよ。他と一線を隠してましてね、 え、他の人間で、ね、多い、多いやつで確かね、4人っていうのがいたんですよね。裏金議員が4人っていうのがいたけれども、カバコは自分を推薦してくれた人間の半分以上がですね、半分以上が裏金議員という。まあ、本人も裏金やってましたけれども、すごいよね。で、要は脱税したわけですよね。脱税をして、 で、それに対してですね、誰も何も言わない。本人もこのね、脱税事件について、その問題についてね、こと挙げすることなかったんですね。国法を犯してるんですよ、国会議員たる者は。法律を守らない議員がどうやってですね、日本の立て直しなんかできるんでいい、というですね、法律を守らないね、カバコがどうやってね、日本の立て直しができるんだって言ってるんですよ。自分たちで決めた法律でしょに。